いよいよ立山に向けて出発です。宿に入る前に芦倉寺にある小山神社に寄りました。ここは映画剣岳天の木でもロケが行われたところで、鬱蒼と茂る杉の木が天をつくようにまっすぐに伸びているのが、なんとも新鮮な感じがするところです。明日からの登山の安全を神様に祈り後にしました。いざ室堂へ向け出発。途中美女平でバスに乗り換え、室堂に8時過ぎに到着。バスからバッチリ剣岳も見えました。室堂を出発したのは9時15分ごろ。一ノ越まで昨年は5つの雪渓をトラバスしていったのですが、今年はなんと1回だけ。昨年と比べたら山全体とても雪が少ないのです。途中とても嬉しいことがありました。石畳の間からおこじょが顔を出していました。おこじょも来場と一緒で今日夏バージョンに変えます。背中は茶色、表はまだ少し白が残り、完全に生え変わってはいませんでした。初めておこじょに遭遇でき感激です。ちっちゃくて可愛らしく、今度の参考の最初のハイライトでした。10時ごろ一ノ越山荘到着。あいにく槍ヶ岳方面はガスっていて見えませんでした。でも浄土山方面は綺麗です。トイレ行ったり景色を眺めたりして小休止。さあいよいよ小山へ向けて出発です。石と岩がゴロゴロしている中を手で岩をつかみながら登っていきます。山頂直下で30代くらいの男性がレスキュー隊におぶってもらって小山を下っているのに出くわしました。聞けば転んで足の骨を折ったとのこと。私たちも気をつけねば。12時ごろ山頂に到着。新潟の小学生が先生たちと登ってきていて、記念写真で万歳をしていました。私たちも真似をして三角点のところで万歳。最高に気持ちいいです。山頂で昼食を済ませ、12時40分ごろ大南寺山へ向けて出発。小山登山は中学生や小学生の登山者も多く、渋滞したりと賑やかでしたが、ここから先は登山者もぐっと少なくなります。私たちもここからは未知のコース。左が消えているところをゴロゴロした石の間を通るので、意外と神経を使い歩きにくかったです。出発から30分ほどかかって大南寺休憩所に到着。荷物を置いて3015メートルの大南寺山山頂へ。山頂は人一人が立てるくらいの狭い場所。立山連山の最高峰です。その後お父さんは優雅にコーヒータイム。この休憩所は松山ケンイチ主演の映画春を背負いてで彼が経営する山小屋のモデルになったところで、ロケも行われています。富士の折り立て2999メートル方面へ向かいます。進行方向向かって右側斜面には雪渓が広がり、そこに7、8羽の鳥が雪をついばんでいるのが見えます。岩ツバメでしょうか。
最初はライチョウかと期待したのですが、どうもそうではないようです。富士の折り立てを過ぎ、右手には広大な雪渓クラヌスケカールが見えてきます。稜線沿いに立山林道や岩鏡、小梅珪藻など高山植物が風に揺れて咲いているのが可憐で心を和ませてくれます。左手には三栗ヶ池などの室堂方面を眺めることができます。真砂岳頂上に3時ごろ到着、今夜の宿泊場所の蔵之介山荘に3時10分到着。立山三山縦走2日目。昨日蔵之介山荘の主人からは、ご来光は無理かもしれないと言われていたので半分諦めて、しかし少しの期待は抱きつつ、4時18分ごろ目が覚めました。すぐに窓に向かい空を見ると、なんと暗い空の向こうが赤く染まり始めているではないですか。ご来光が見られる。すぐにお父さんともう一組のご夫婦にも声をかけ起こしました。みな興奮気味に支度をし、外へ飛び出していきます。今日の日の出の時刻は4時48分ごろ。空は赤い色からピンク、黄金色とどんどん変わっていきます。変態の一大ショーの幕開けです。みなが固唾を飲んでビデオやカメラを構えて、今か今かと待ち受けている中、最初雲海の隙間から太陽が姿を覗かせました。上半分が見えたかと思うと、また徐々に姿を消し、下半分だけが見えています。それから今度は雲の向こうの真っ赤に染まる空の元から、その姿を徐々に現してきました。鹿島槍ヶ岳と五竜岳の間からのご来光でした。素晴らしい一日の始まりです。鹿島槍から白馬までの後ろ立山連峰も雲海の上に島のように連なっています。振り返って、西の昨日縦走してきた富士の折り立てや真砂岳の方は朝焼けで山が赤く染まっています。360度の展望にしばしうっとりとしながら時を過ごしました。5時半からの朝食に先を急がない我々は、景色を眺めたり山小屋の人に蔵之介山荘の名前の由来を尋ねたりしながら、宿を6時半過ぎに出発し、真砂岳の頂上付近まで登り、別山へ向かって縦走路に入ります。天気は快晴、360度の展望を楽しみながら歩くことができます。後ろを振り返ると、昨日登ってきた小山頂上から大南寺山、富士の折り立ての頂上を仰ぐことができ、左手には地獄谷や今日泊まる雷鳥荘や奥大日岳、大日岳も望むことができます。行く手には別山までの縦走路、その向こうに剣岳の姿も、右手には後ろ立山連峰が、絶景です。7時40分近く別山頂上到着。西の方の雲海の向こうに見えるのは白山かも。剣岳の雄姿をもっと間近で見るため北方へ移動、記念写真も撮ります。剣岳の左側には雲海がまだ広がっています。南方にある祠に今までの安全登山の感謝と、これからの下山の安全を祈願しました。あまりの素晴らしい眺めに50分ほど別山頂上で過ごし、次は剣御前小屋目指して出発です。
目の前に見えるのが2999メートル、山をやる人の憧れの山、剣岳です。小屋がありますね。剣沢小屋かな。向こうは雲海です。こちらに見えますのが牛尾立山連峰です。ちょっとピッピッピッとなっているところが白馬岳、そこから白馬三山があって、唐松岳があって、それから五竜岳があって、あそこのちょっと総重峰になっている大きな山ですね、あれが鹿島槍ヶ岳です。昔20代の頃、白馬から鹿島槍までずっと縦走しました、私は。さて、この音屋根が昨日泊まった小屋之助山荘です。あそこから今日の朝焼けも見ました。ずっと縦走路が続いてますけども、あの縦走路を小山からずっと立山山山登ってきます。あそこは小山の頂上ですね。それから3015メートルの大南山を登って、それから、富士の御嶽の横をトラバースして、で、マサゴ岳を登って、で、ここへ来ました。今、別山に降ります。9時後の剣御前小屋に到着。ここからも剣岳の姿がよく見えます。それに鹿島槍は南方と北方の両方が確認できました。昔登ったことのある山だけに親しみが湧きます。頂上近くの雪渓の氷でかき氷を作り食べたのを思い出しました。剣御前小屋から見る剣岳も何とも言えずかっこいいです。この山に登る人はノーマルルートの場合、ここから剣を目指すようです。若い時にどうして登っていなかったのか、今でも後悔しています。ここでも優雅にコーヒーを飲み、9時44分ごろ出発。ここからは蔵之助山荘のご主人がアドバイスしてくれた別山の越しから室堂の越しの方へ向かいます。室堂の越しの方から剣岳の早月尾根が見えるとのことでした。急ぐ旅ではないので、そちらの方へルートを変えました。そのおかげでこのルートでたくさんの高山植物の群落を目にすることができました。それになんとライチョウにも遭遇することができたのです。登山道の岩陰にライチョウの親子がいるのを立ち止まって写真を撮られている人たちに出くわしたのです。新室堂の越を過ぎ、室堂の越の方へ向かっていくと、剣岳の早月尾根川が見えてきます。この尾根は私の昭和51年のルーデンスアルテンクラブの冬季合宿で万場島まで来たことがありました。その時は記録的な大雪に見舞われ、アタク隊の剣岳冬季早月尾根からの登頂は叶いませんでしたが、私にとっては初めての冬山であり、ラッセルやアイゼンの使い方を教えてもらった懐かしい思い出の場所でもあります。早月尾根を眺めることができる奥大日岳へ向かう登山路に立山チンゴルマが咲いていました。普通のチンゴルマは花びらが白ですが、そこがピンクがかっているのです。立山にしか咲いていないそうで、貴重な花に対面することができました。ここからは好天の中、あと1時間ほど来京巣を目指して進みます。途中氷入りの群落に出会いました。浄土沢を渡り、来京沢キャンプ場を通り、最後の登りです。
12時50分ごろ八丁荘到着。お疲れ様でした。一日快晴の中、のんびり景色を味わいながらの楽しい散歩をすることができました。ゆっくり温泉に浸かり、2日間の疲れを癒しましょう。3日目、今日も快晴。朝風呂に入り、バイキングの朝食なのでたらふく食べ、美味しいコーヒーも飲み、暗くしてゆっくり本を読んだりしながらチェックアウトの時間まで過ごしました。そして大長層を後にし、三国ヶ池を過ぎ、室堂への平坦な道に出る上り坂に差し掛かるところで、大勢の人たちが右斜面の草原にカメラを向けていました。なんとそこにまたライチョウの親子がいたのです。昨日近距離でライチョウに遭遇しながらうまく撮れなかった私たちに最後のチャンスを神様が与えてくれたようです。ライチョウの子供はやはり4、5羽ほどいて見え隠れしていました。やっとビデオで収めることができ、大満足で立山を後にしたのです。天候にも恵まれ、重装という目的も無事達成することができ、充実した山旅を終えることができました。まもなく発生いたします。Thank you for your patience. We will now depart. 本日は、立山ケーブルカーにご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。Thank you for traveling on the 立山ケーブルカー.